お世話になります、ひとりでございます。8月9日から8月10日までの短い間ですが、モロバレルの色違いの配布がされましたね。受け取り方については別の動画で上げたのですが、この動画ではごく当たり前の方法ですが、そのモロバレルの量産方法について補足としてね、サクッと解説していきたいと思います。まず前提として、セーブデータ一つごとに1匹のモロバレルをもらうことができ、すでにセーブデータが複数あるなら、そのセーブデータの数だけモロバレルはもらうことができます。つまり私の場合だったら、この通り、ユーザーを選んでくださいみたいな感じでセーブデータたくさんありますので、これ一つに対して、1匹受け取ることができるわけです。ただここで注意したいのは、必ずセーブデータのアカウントが任天堂アカウントと連携されていなくてはならないことで、連携されていないアカウントではもらうことはできません。つまり私で言ったらこの通り、たくさんありますが、これ見ると、例えばですね、この通り今任天堂アカウント、これは、ちゃんと、連携されている状態ですね。で、連携されていないのはどうなってるかと言いますと、この例えばアカウントだと、この通り任天堂アカウントと連携というこの状態になってるようなね、このアカウントではもらえないということですね。ちゃんと連携さえされていればちゃんともらえますので、一つのアカウントだけでもソードシールドの両方持っていれば2体は少なくともゲットでき、さらに複数台の、スイッチを持っていれば、さらに別のスイッチでソードシールドの2つ分の2体もらえるということですね。まあこういう連携していないアカウントでも、新しくね連携させれば普通にもらえるので、ゼラオナの時と同様にメールアドレスと任天堂アカウントをね新たに作成すれば追加でもらうことはできます。ただ任天堂アカウントを複数作成するっていうのはグレー的な手法なので、積極的にはねおすすめできない感じですね。で、合法的な手段としては、すでにセーブデータでもらっていても、セーブデータを消去して不思議な贈り物ができるようになるまでストーリーを進めればまたもらうことができます。だいたい場所的にはこのマグノリア博士のうんちゃらかんちゃらの下りがあるところまでですね。そこまで進めれば OK ですね。これは完全に合法的手段なので、私はこれで量産しています。まあほとんどの方はモロバレルの色違いそんな必要ないと思いますけど、私は企画で使おうと思ってるので、まあ量産してるんですよね。はい、それでこの話が終わったらもうできるようになりまして、レポートのとこでプレイ時間見てみると16分ですね。これでモロバレル色違い1体手に入れられるわけでございますと。あとは単純に不思議な贈り物が出てきますので、このタイミングで不思議な贈り物をもっと先でやったって大丈夫ですけどね。それで普通にシリアルコードを入力するだけですね。シリアルコードもトレーナーズカップなんで覚えられるんで、私も覚えちゃってますね、もうすでにこれだけで普通にできちゃうんで、まあそういうとこもありがたいですね。はい、登場と。こういう感じでモロバレてくれるって感じですね。はい、こんな感じでモロバレルゲットできて、この後ちょっと進めればもうすぐにボックス使えますので、こいつをボックスに入れて、それでポケモンホームに入れれば、またすぐねセーブデータ消しても大丈夫な状態になりますので、それを繰り返すって感じですね。はい、ということでモロバレルの量産方法について、至極当然の方法ですが解説させていただきました。とりあえずこの動画を上げてから24時間もね使えないようなねインスタントの動画となってしまったんですが、超レアポケモンではあるので、みんなもモロバレろうぜ。テロリストじゃない。